生徒ジェンダーのゲスト講師の方をお呼びする授業 の第2回目です。で今日は、女性の貧困なぜというテーマで、赤石千里子さんを中心に授業を進めたいと思います。貧困っていうと皆さんどんなイメージ持ってますか？なんか一昔前は、なんとなく貧困っていうとこうアフリカで、飢餓で飢えて死んでる死にそうな、子どもたちがいっぱいいるっていうことで日本人が、例えば3,000円払うとミルクが、粉ミルク何缶分になりますとか、ワクチン、5,000円でワクチンが何本分、遅れますとか言うんでね、それで、アフリカの飢餓を救おうとかそういうキャンペーンもあったんですけど、今もあるかと思うんですけど、なんとなくこう、遠い世界の話、貧乏とか貧困って遠い世界の話って思ってる人たちも、結構いたわけですね。ただ皆さんの場合は多分、それほどでもなくて、多分日本でも今格差っていう問題がねかなり、話題になってますので、日本でも、貧困っていう問題があるっていうことは気づいてる人も多いかと思うんですね。ただ、日本で貧困って言った時にやっぱりイメージとしては男性の非正規雇用が者が増えてきて、それを何とかしなきゃとか、ワーキングプアの人を、何とかしなくちゃっていう、その時のイメージって大体男性ですよね。で、皆さんの中には貧困っていうと男性と結びつけたり、あるいは少なくとも、貧困っていうのは男女共に貧困になるんじゃないかっていうふうに思ってる人も多いんじゃないかっていうふうに思うんですね。でも、実は、男女で比べると女性の方が、貧困率がすごく高いんですよね。それから皆さんの、周りでもたくさん貧困問題が実は転がっていると思います。後でアンケートに書いてもらったりしますが、これから大学を出た後どう生活していくかっていう時にも貧困の問題って関わってくると思うんですね。で、今日は特に女性の貧困っていうところに焦点を当てて、なぜ女性が貧困に陥りやすいのか、で陥っているにもかかわらず、女性の貧困ってなぜ表に目立たないのか、でこういう問題を解決していくにはどうしたらいいのかっていうことを、考えたいと思います。で、今日来ていただいた赤石さんをまずご紹介したいと思います。じゃあちょっと赤石千里子さんです。よろしく。赤石さんは後でもパワーポイントでもちょっと自己紹介してくださると思うんですけれども、ですね、シングルマザーズフォーラムというシングルマザーの方たちの集まりを1980年代からですから、もう20年以上続けていらして、今理事長ですよね。それから、お仕事の方では、フェミンという雑誌というのか、週刊新聞というのか、今ここに南部がありますので、早い部活に持っていく方は持ってってください。で、このフェミンというフェミニストの新聞ですね、ミニコミを、長らくここで働いてらして、ずっと編集長もやってらしたんですけど、今は編集長を別の方に譲られて、でも編集や、記事を書いたりされています。で、その他ですね、3.11 以後の、東日本の大震災の、女性の支援のためのネットワークを中心的に関わってやっていらっしゃったり、それから反貧困ネットワークの、副代表、
副代表をされています。で、今日はできたばっかりなので、ちょっと届いてないみたいなんですけれど、その災害支援に関しては、和光の竹信先生、竹野美恵子さんと、共同で編集された災害支援に女性の視点をっていう、岩波のブックレットも最近出されたばっかりです。でこれも関心のある人はぜひ手に入れたらいいと思います。これはじゃあ回しますので、はい。で、今日は赤石さんに、お話をいただくわけですが、今ご紹介したように、女性の貧困っていうことを考えるときに最もなんか適任の方だと思いますので、ゆっくりお話を聞いてください。で、今日の話をじゃあ少し自己紹介も含めて始めたいと思います。私は、シングルマザーになったのはもうずっと昔で、今も30過ぎちゃったんで、息子は結婚しないで子供を産んで、シングルマザーになりました。今母子家庭の中で7% 以上結婚しないで子供を産んだシングルマザーなので増えてきてるんですけど、私が子供を産んだ頃はそんなに、それでも 5% ぐらいいたんですけど、少なくてですね、周りにあんまり仲間がいなかったんですね。ただそれでですね、私が女性の貧困を話すのに適任でしょうと井上先生がおっしゃったんですけど、確かにそのですね、結婚しないで子供を産んだ頃、私定職を持っておりませんでした。で、アルバイト生活で本屋さんでアルバイトしたりしていて、で妊娠したんですけど、で女性はいつ本当に妊娠するか分かんないので、その時にどうしようって多分迷うと思うんですけど、ちゃんと避妊すればいいじゃんとかいう話もあるんですが、ちょっとそれ置いといて妊娠しちゃったら、でその時に、付き合ってたボーイフレンドとに私はもうかなっていう気持ちになって、25歳かなって演劇をやってたんですけど、で、今でいうフリーターみたいな感じでやってたんですが、相手に言ったところ全然賛同してもらえず、じゃあいいわ私一人で産むからと言ってしまったのが運の尽きで、それから一人で子供を育ててきました。で結構元気でそう言ったんですけど、やっぱりいろいろ大変なことがありまして、で、産休育休のある職場じゃなかったのでですね、自分で稼ぐって言っても子供を産む時には稼げないので、どうしたかというと私はお友達だけは財産のようにたくさんいたので、ちょっと年長 の, お姉さんのお友達から、あんたもうそんなにお腹大きくなったんだったら生活保護を受けなさいよと言われ、8ヶ月ぐらいの時に生活保護を受けに福祉事務所に行きました。でその時に、アルバイトでしたお給料をもらって、それがだんだんに減っていって、確か5000円持ってたと思います。で、その当時、30年前なので生活費は1日500円で暮らしていたんですが、私はだからあと10日持つもんと思ってたんですが、福祉事務所に行くとさすがに5000円しか手持ち金がなく、妊娠8ヶ月で、若いということで、しかもどうも男が逃げていったらしいということになり、当時の生活保護行政はもうちょっとのんびりしてたかと思うんですが、その場で緊急一時保護、生活保護って申請して2週間経たないとですね、通知が来ないんですね。そこで決定通知が来るんですが、私の場合には手持ち金5000円ということで、その場でもう一時金支給っていう緊急一時保護がかかりました。
で、アパートも住んでたアパートも取り壊しになるんですって言ったら、それはしょうがないということで転託資金も出てアパート探しして子供を産みました。でその後、共同保育の保護で働き始めて子供を育ててきたっていうわけです。なのでその後も生活保護の申請が必要なシングルマザーの人と一緒に事務所に行って申請したりしているので、どんな風にしたら申請を受け付けられるかとかいうのを今もそれが何か一つの言葉になってて同行申請っていうんですけども、そういうのも一緒に何度もやってきました。そうですね、今そんなことつらつらと言ってるんですけど、当時はやっぱりこうちょっと、福祉のお世話になるのは、かわいそうな女の人じゃないといけないって、そんなような雰囲気ってあるじゃないですか。かわいそうな人だと援助される。でもなんか権利意識が高くてなんか生意気な女だとどうも福祉のお世話になりにくいっていうふうに思って、私もなんかそういうのを思っていたので、福祉事務所に行ってもなんかかわいそうな、ちょっと半分そんなようなことを思って申請してたんですけど、後で考えるといや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 、そんなことじゃなくて、やっぱお金がなくて本当に手持ち金もなくしないし預貯金もない人には生活保護とか福祉の受けてもいいんだなっていうふうに思い直したのはずっと後なので、本当に今考えると何も知らなかったなっていうふうに思います。でその後にシングルマザーのグループができたので、そこに誘われて入って、いろんな活動を始めました。なんか今とても今こうしてやってるとなんかこう活動家っぽいんですけど、すごい市民活動とか大嫌いだったんですけど、なぜかそういうことで やることになってしまって今に至っております。一応メアドを書いておきましたので、なんか聞きたいことがあればぜひアクセスしてください。で、それなので私の分野としてはシングルマザーのことが一番大きいんですけれども、今はその反貧困ネットっていうので有名になっちゃった、全然昔有名じゃなかった湯浅誠さんや、日米連の会長になったり宇都宮健二さんたちと一緒に反貧困ネットワークっていうのを作ってそして活動してきたので、そういういろんな分野のことも女性の貧困についてもお話しできることはしたいっていうふうに思ってます。で誰が貧困なのかとか、貧困って何っていうようなことなんですけど、4年ぐらい前になるんですかね。4年前ってことは皆さん高校生、中学生もしかして。で、テレビでお正月に日比谷公園で、お金がなくって住むところもない人が500人集まってきて、そこで派遣村っていうのがあったの知ってる人、これは半分というのだろうか、もうちょっと少ないのだろうか、結構半分以上ですね、はい、っていうような事件があったことがありました。で日比谷公園に、その前にリーマンショックっていうのがあったんですね。それで、経済が急に落ち込んで、派遣で工場で働いている方々が次々に雇用契約を打ち切りになったんですよ。で派遣っていうのは、雇用、期間の定めあって、例えば1年とか3ヶ月とかあっても大体は自動更新されたりするということでみんな暮らしてたんですよね。でそれから
そこで打ち切りになって機関工みたいにして働いてて打ち切りになっても、ハローワークに行くと次の派遣先がすぐ決まったりするので、みんなそうやって働いてたんですね、工場で。だからある時はトヨタで働の下請けで働き、ある時はシャープの下請けで働きみたいな感じでやってたんですが、そのリーマンショックがあって経済が急にこうバッと落ち込んだ時に、みんながその派遣の労働者を削ったので、会社がそれでハローワークに行っても仕事がないっていうことになりました。でも秋ぐらいにそれがだんだん分かってきたんですけど、だいたい20万とか20数万もらって、で寮を出なきゃいけなくて、あどうしようどうしようって思って、でいるうちにネットカフェで寝泊まりしてハローワークに通って、いつかはもう仕事あるだろうと言っているうちに、ああ1万円ああ5000円っていうふうにお金が減っていって、結局、年末になると路上に出ざるを得ない方がたくさん出ていた。でその方たちの相談を受けますっていうことで、私は実際にはその派遣村のスタッフにはならなかったんですけど、派遣村は私たちの本当に関連の人たちが開いて、で相談を受けますっていうことで開いて、それがテレビとかに報道されたら、最初の日から次々に人が来たんですね。で主催者もびっくりみたいなこんな来たのみたいな、でもうどん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 テントを張ってですね、どん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 その食料支援のものを出して、豚汁作って食べてもらって、相談を受け付けてっていうのをお正月中やっていました。そしてですね、本当にたくさんのボランティアさん来てくださったんですけれども、その500何人のうち女性が何人だったかっていうと、ですね、10人以下でしたね。確か8人ぐらいだったんですけども、で私も女性がどれだけ来てるのかっていうのはちゃんと見ておかなきゃと思って、その中の何人かとお話したりしたんですけど、みんな路上で寝泊まりせざるを得ない女性たちは、冬ですので、大晦日から1月4日までだったんですね、役所が開く間なので、帽子を目深にかぶり、マフラーをぐるぐる巻きにして目しか出てない。で私たちもこうやってご飯を配りながら、あこの人女性かな、そうかなって思いながら、でも全く本当に外見ではわからないぐらいに防衛されてました。あるいは男性と一緒でした、女性はっていうことなので、それでも追いかけてって話して初めて、ああ女性だったんだなって分かるような感じの少なさだったんです。なので派遣切りにあって、そして仕事を失ったのは男性たちなんだっていう形で注目されていったんですね。で日雇い派遣に行っても1日6000円っていうぐらいのついても、ネットカフェに寝泊まりするとそれだけで1000いくらかな、2000円ぐらい、あと食事代払ってロッカー代払って、本当に残るお金がすごく少ないっていう中で暮らしている方たちで、毎日日雇い派遣があるわけじゃないっていうようなことが起こっていました。ところがですね、私は感覚として分かっていたわけですけれども、いや実はでも女の人の方が貧困貧しいんじゃない、要するに明日の暮らしもままならない人も多いし、本当に大変な思いしてる人多いよねって思ってたんですけど、なかなかそれが注目されなかったんですね。それで今のようなテレビの番組作られるのは最近になってからなので、その4、5年前にはやっぱり男性は妻子を養ってなんぼっていうふうに思われてた男性がそんなこともままならない、路上に出てきた、あるいはネットカフェで寝泊まりせざるを得ないっていうことで注目されてきた。
こんな音がありました。でそれはなぜ女性の貧困が注目されてこなかったのかっていうのは、まあ、結論先にちょっとここに書いちゃってるんですけど、この社会の、まあ、正社員男性片働きシステムで、まあ、一応名付けておきますけど、つまり女性は男性に扶養されて、家事育児の担い手をする、男性は24時間というかほとんどその会社で、まあ、働くみたいなシステムと、まあ、すごく大きく関わってるなっていうふうに思ってますっていうことです。で、今先ほどテレビで登場してくださった白落ちさんみたいな若い女性の貧困が増えているということで、新聞記事を持ってきました。みんな持ってます。ちょっと印刷の出来が悪く申し訳ございません。これは2011年の12月9日、まあ、ほとんどさっきテレビで言ってたのと同じですね。単身女性の3割強が貧困である、それから母子世帯は 57% が貧困であるということです。ここで絶対質問があるのでちょっと説明しておくと、貧困っていう時のこの定義って何さってことです。例えば私たちが思うのは、先ほど井上先生もおっしゃってくださったように、飢えている人とかアフリカで飢えているような人とか、まあ、そういう人を貧困というのか、何を貧困っていうのってことなんですけど、ですね、確かに例えば明日のご飯を食べるお金がない人を貧困というとかですね、服を買うお金がない人を貧困というとか、いろんな定義があると思うんですけど、ここで言ってる貧困っていうのは相対的貧困率っていうものです。で、相対的貧困率っていうのは書いてあるように、税金とか年金とか所得からそういうものを引いた可処分所得、要するに自分で使えるお金を出して、それを、まあ、100人だとしたら一番低い人からこういうふうに順番に並べていって、真ん中100人なら50番目の人の所得、これを普通中央値なんて言いますけど、この中央値の半分の所得以下にいる人のことを、まあ、貧困であるっていうふうに今言って、相対的貧困っていうのを言ってます。で、だから、まあ、日本はみんな全体的には豊かなので、その所得のレベルっていうのは確かにアフリカやその、まあ、南の国よりは高いと思うんですけれども、でもその人たちは実は買いたくても買えないものがある。子どもだったら例えば入学の時の準備ができないとかですね、修学旅行に行く費用を出せないとかですね、そういう具体的なそのまあ、なんか剥奪っていうらしいんですけど、そういうことを、まあ、苦しんだことがある人と、まあ、ほとんど同じような内容になるらしいですですね。まあ買いたいものが買えないって言っても、それが本当に生活に必要なものだったらすごくやっぱり苦しい生活になりますよね。でちなみにシングルマザーの世帯は半分以上が貧困なんですね。で本当に身につまされるんですけど、やっぱり子供を育てていてもなかなか収入がない、上がらないっていうことが起こっています。で、まあ、シングルマザーは昔からなかなか厳しい状況にあるっていうのを知られてたんだけど、若い女性っていうのは今までは例えば大学卒業して
短大卒業して、それでもって会社に就職して、それなりに独身貴族で、お金は使えるしいくらしてるんじゃないのみたいに思われてたと思うんです。その人たちが3割単身女性の若い女性の3割強が貧困であるっていうことだったんですね。それは本当にショックなことなんです。なんか今私はすごい脅すことばっかり言ってるような気がするので、ちょっと最後にこんな相談先もあるよっていうのも入れといたんですけど、まあ、ちょっと先に行きますね。で朝日新聞では取材して2ページ目なんですけれども、横浜の就労支援のカフェで働いている人の話を出しています。で横浜にある男女共同参画センターっていう男女平等のを推進するセンターで、ガールズ講座っていうのをやって、それでもってそこを卒業した人がカフェで働いてるんですね。美味しいスープとパンが出てくるカフェなんですけど、ここに来てる人たちは仕事をしても長く続かないような方たちが来ています。で本当に何年も働いたことがないとか、それから実はパソコンとかもあんまりいじったことがないとか、なんかこんなに豊かな社会なのに何の支援もなく放ってこれ置かれた人たちが講座に通ってきてたんですね。でそういう人たちがちょっとずつ人と関わりながら働き始めてる、そんなところなんです。で、この、映像のしろっちさんもそれからこのカフェの人たちも共通にあるのは、なんていうのかな、単に貧困って言ってもそこにはいろんな人間関係のトラブルとかいじめとか働くのが怖いような状況とかあったり、それから学校でもいじめにあってすごく辛い思いをしてたりとか、それから本当にそれからメンタルクリニックに通ってたりとか、あるいは親からの、いろんな虐待とかがあったり、それから、摂食障害があったり、あるいは性被害があったりで、それから私がお会いした方は大人になって分かった発達障害の方で、別にそんなに大きな障害っていう知的には何の問題もないんですけど、人と、関わりを持って、そしてコミュニケーションしていくことがすごく辛いっていうような方で、それでなかなか職場にいられなくて、私がお話を聞いた方は、なんだっけ、フィギュア の, 問屋さんに何年も勤めてたんですね。で発達障害にの、確定診断を受けてないんですけども、そうらしいって本人は思ってるんですけど、なのでフィギュアのすっごくたくさん種類があるじゃないですか、私よくわかんないですけど、商品の覚えるのもものすごく覚えられるらしいんです。でそれでその発送業務とかやってるので、全部のその商品の特徴を覚えてるので、とってもそこではすごくその職場で、有利だったんですけども、でも彼女はやっぱり職場の人間関係の方でうまくいかなくなって、それで私がお話聞いた時はちょうど辞めた時だったんですね。で忙しくなっていく時にやっぱり対応しきれなくなってしまって、それで会社の社長からもういいよみたいに言われた時に、何のなんか保証もなくて辞めてしまって、辞表を社長の
なんか机の前に出してもう行かなくなっちゃったっていうふうに言ってました。で私が、だって雇用保険ってあなた受けられたでしょっていうふうに言ったんですね。雇用保険っていうのは、1ヶ月以上の雇用の見込みがあって週20時間働いてたら入れるんですよ。でもその会社つけてくれてなかったんですね。で、いやそんなことないよって、辞めた後でも雇用保険入ることを遡って入れるよ、入れるんです。で、そういうふうに言ったら、そうなんですかって言って、でも後で聞いたら彼女はその手続きをしにどうも行ったっていうふうに言ってたんですけど、ハローワークに言って手続きして遡って入ることもできるんですけど、そういうことも全く何て言うかな、権利って何なのかとか知らないので、そのまま会社の社長に言われて辞めさせられちゃったっていうふうに言ってました。そんなような方がいっぱい今そのいて、います。で、なぜ今までそういう方たちが、あんまり見えてこなかったのかっていうことなんですけど、女の人はいずれ結婚するんだからいいよねっていうふうに思われてたんですね。で、収入がちょっとぐらいなくても実家で家事手伝いしててもいずれは結婚するんでしょ。で、結婚すれば収入の高い男性と結婚すれば別に世帯収入は上がるんだからあなたが稼げなくてもいいじゃないっていうふうに思われてきたし、私たちもそう思ってたところがあると思います。で、若い女性でお父さんがいる実家に暮らしてればいいじゃない、だって実家に暮らしてるんでしょってなるし、今貧乏でもいずれ結婚するんだからいいでしょって思われてるんだけど、実はそういう社会がだんだん崩れていってるんですよね。残念ながらというか、実際にはというか、だから障害未婚率も上がってるし、そもそも大体男性と付き合ったり結婚するっていうところに至らない人たちもすごく増えてるし、それから同年代の男性も、後でグラフとか見てもらうんですけど、非正規の人が増えてきてるので、そんなに結婚して養ってもらえるような収入を持ってる男性が実はいないっていうようなことがあり、あるいは高収入の男を狙ってるといつまでたっても結婚できないっていうようなこともあって、っていうのは聞くところによると、収入の高い男性は収入の高い女性のいるような階層の人たち同士で結婚するので、だからこういうなんていうかクロスってあんまりそんなに起こってないっていうようなことがあって、なので、一発逆転っていうのはあまりなくなってきちゃってるっていうことがあったりします。それからこれもこの頃言われるのかなと思って書き足したんですけど、だって女の人は、夜働けば時給高いじゃんって思ってません？結構いいよな女はみたいな、稼げるじゃんみたいな、こういうのも結構どっかであるのかなっていうふうに思います。で、風俗で働けばすぐにたくさんのお金得られるでしょう、女はいいよなみたいな、思いません？で、確かにそうなのかもしれないし、日払いでこういうお金が入るんですよ実際。給料でもらったら次の月にしか入らないんだけど、キャバクラとかデリヘルとかだとその日日払いで入ったりするんですよね。なのでお勧めしてませんけど、別にそういうこともあって、確かにこっちに誘導されていく。でもこの人たちって本当にどうやって暮らしてるんだろうって思うと、
まあ、あのたまにお話を聞くことがあるんだけど、やっぱりすごくあの辛いとか嫌だっていうことをあの聞きます。で、実際にあのなんか雑誌で読んだのでは、付属店の店長がうちの子は半分はメンタルに通ってるよみたいな、やっぱり心がすごく大変な状態になるよとなってるよか、まあそれはどっちが先なのかわかんないんですが、そんな話も聞いてるので、そんな簡単なことなのかなっていうふうに思ったりします。私は道徳的にこの人たちを批判することはできないし、そんなことをとてもできないんですけど、でもそんな簡単なことじゃないと思うんですね。あ、ここはまあさっき言ったんですが、そういうことで一発逆転結婚もないし、あの多額の収入を得る道っていうのもなかなか厳しいとなると、やっぱり今あのなかなか女性がその貧困っていうところから抜け出すのは大変っていう状況あるのかなっていうことなんです。でちょっとあの少しあの統計のデータを集めてみたので見てみます。で、今提示するデータはほとんどが女性の貧困の深刻さを表してます。で、男性よりもやっぱり貧困な状況っていうのは深刻だねっていうのになります。とこれは貧困率、さっき言った相対的貧困率の年齢別の男女別の比較です。で、黄緑色が女性、青色が男性です。そうすると一番若い層では、これ平成19年ですね。で、若い層だけは男性の方が大変なんですね。であとはほとんど全ての階層、年齢階層で女性の方が貧困率が高くなってて、特にあの高齢女性のところがとても大変になってます。まあ、この一番若い層がどうして、男性の方が高いのかなって思うと、この年齢だと女性の方が実家っていうか、その両親と一緒に暮らしている率が高いからなのかなとか、まあ、想像してるんですけど、それはちょっとまだよく分かりません。で、まあ、ほぼ全年代で男性より貧困率が高いということですね。それからこれは今日のために出してきたんですけど、就職状況っていうのも、まあそうだよねって思うと思うんですけど、大学の学部の卒業者の就職率っていうのはやっぱり男性の方が高いです。その3つ折れ線グラフがあるんですけど、一番上が男性で、真ん中が平均で、下が女性だと思います。はい、このちょっと年次変化についてはちょっと今私もよく読み込めてないので、ここまでにします。で、あと、まあ、非正規、正社員になれない人が増えてるからやっぱり大変なんだよねっていうふうに言われてるんですけど、じゃあ正社員になれない非正規雇用の人、ここには契約社員とかパート、アルバイトとか派遣労働者とかが入ってるわけなんですけども、非正規の人の男女別の割合見てください。非正規が増えた増えたと言っていますが、まあ、男性はこの30年で 10% 以下ぐらいのが 20% ぐらいになりました。女性はなんと 40% 以下だったのが 50% 半分を超えちゃってます。これは去年もまた上がりました。 54% になったのかな。本当に働くっていうことがもうほとんど非正規で働くということになってます。しかも女性の場合には、何だろうか、まあ女性も男性もなんですけども、そもそも前から正社員で働いてた人が席を譲るってなかなかないので、新規採用の方がこの率はもっと高くなるっていうふうに思いますよね。
深刻じゃないですか。で次のグラフ、ちょっとあのこれはよく見ないと何のこちょやっていうふうに思うと思うんですけど、はい、4つグラフがあります。でですね、上の2つが女性、下の2つが男性です。で、平成4年と平成19年です。で、このてててててんっていうのが、これが、なんかよく見えないよね、これが正社員です。 薄く網がかかってるような感じで、白いところ、これが、パートアルバイトです。で濃いところが、派遣、嘱託、その他ということになってます。見てください。ちょっと眠くなったよね、刺しちゃおうと。平成4年の若い 女性の方で、ガクッと働いてる人の人数が下がるところがありますけど、この年代は何歳ぐらいのところでしょう。そこの方、左上のグラフで、ガクッと働いている人数が下がるところありますよね。それって女性の何歳ぐらいのところでしょう。20から24、はい、あっと見える。30から34じゃない。はい、30から34歳の頃にガクッと言ってますが、この頃女性は何をしているのでしょう。お隣の方、はい、素晴らしいですね。パチパチパチ、そうですね、女性は、この30から34のあたりで、働く人の 率が下がるんですけど、ここで子育てをしていると思われます。それなので離職しちゃうんですね。で、離職した後正社員がガクッと減っていて、白いところが増えてるのは分かるでしょうか。この白いところはパートアルバイトです。なので、子育てした後にパートアルバイトの人が女性は増えているっていうことが分かるのが平成4年の女性のでした。男性の方を下見てください。ほとんどその、非正規の方いるんですけれども、おまんじゅうの薄皮のようにそんなに多くないですね。分かります。女性に比べると随分非正規の派遣の人たちもまだまだ 1-2% で少ないっていうのが平成4年でした。じゃあ経済が悪化して、非正規化が増えた平成19年のグラフの方、右の2つを見てみましょう。随分変わってますね。何が変わったのでしょう。ということで、女性ばかり指してもいけないので、今お答えになった方の2列後ろの方、女性の方の変化っていうのは何だと思いますか。白いのが、白いのはパートアルバイトでしたね。なんか誘導してるんですけどパートアルバイトはどこにの年齢に左では多かったでしょう急に見ているな。で、それがどう変化したでしょう。
なんかもうさらに誘導しちゃうんですけど、20代30代のところに白いとこ増えてます増えたのは、白いとこと色の濃いとこで、それはパートアルバイトと濃いのは派遣、うんうん、派遣が増えてきた、うん、でパートアルバイトも増えたですね。はい、ありがとうございます。誘導に乗ってくださって、はい、すいませんね、皆さん眠いの起こそうと思って。で、下の男性のところはどうでしょう。まあちょっと、あれなので私が言うと、平成4年よりは派遣の人たち増えてますよね、男性。ちょっと肉まんの皮ぐらい。正社員が多いんですけど、あんこで。でも、さっきの薄皮まんじゅうの皮よりは増えてますよね、ずっと。これがリーマンショックを派遣村に来た人たちなんだと思うんです。で、女性の方はもっと大きなマスで派遣、そしてパートアルバイトが増えてるんです。それがさっき映像で見ていただいた、まあ、あの方は最後働いてなかったんですけれども、派遣で働いてきた、ああいう非正規で働いてる人たちがこのグラフに入ってるんです。で、正規の率が本当に下がってしまってる、デザインの率が下がってしまってるっていうのは分かりますよね。すごいドラスティックな変化がこの日本社会に起きたっていうことなんです。これはどうして起きたのかっていうのは私の、まあ、分野ではないんですけれども、例えば会社がどうしてもそのアジアの製品と同じよう競争しなきゃいけないので、安い労働力、労働賃金で生産されるものと競争しなきゃいけないので、どうしても人件費を削るということになって、それで人件費を削る一番いい方法が非正規の人を増やしていくことだったり、そういうことだったとか、そういうことが、まあ、背景にあるんだと思うんですけれども、日本社会はこのグラフから見ても15年間でものすごい、非正規化の波が押し寄せてて、しかも女性の、若い女性のところに、そして男性にもこの若い男性のところにすごい変化が訪れてるっていう、そういうことなんですね。で、前は子育てした後のパートの主婦だけみたいな感じで非正規が大きくいたのが、本当に全年齢に広がってるねっていう、このいうことが分かります。これ内閣府の調査のデータなんですけど、結構よくできてるなって思ってます。はい。で、ちょっとこんなデータがあって、今度私が、まあ、よく見ている母子世帯の低収入のことをちょっと見ていきたいと思います。去年じゃないや、先月発表されたデータなんですけど、母子世帯の、就労収入は181万円っていうのが出ました。で、父子世帯の就労収入は360万円で、世帯収入は母子世帯は291万円で、父子世帯は380万円。どっちも低いですよね。平均家族人数は母子世帯は、3人ですね。子供2人いて、で、この額です。す
すごい、ね、どうやって暮らしていくんだ、本当に食べて、家賃払ったら他にあまり余らないです。子どものいる世帯全体の平均が658万って、これもまあ下がってきてるんですけれども、でもものすごい圧倒的な差があるっていうことが分かります。でもほら離婚したら養育費もらえるでしょっていうふうに思ってると思うので、まあ、あらかじめ入れておいたんですけど、これちょっとこっちのグラフ変えてこれなかったので、でも数字的にはほとんど同じで、養育費をお父さんからもらってるっていうふうに答えてる人は 19.0%、 5年前は、今は 19.7%、 本当に2割弱なんです。なかなか払い切れてない、もらってないということで収入が上がらないですね。一人親の貧困の現状っていうのを伝えると、日本は母子家庭の母親の就労率ってものすごく高くて、世界の中でも何番目かに高いんです。だけどもさっき言ったようにすごくワーキングプアなんです。で、非正規の人が多くて、二重就労も増えてます。それから住宅費が生活を圧迫してます。なのでどうしても親族同居が増えていってます。それからもう統計上一人親には子供もネグレクトが多いっていうことももう出てきてるんですけれども、やっぱりそれは貧困と孤立が原因だと思います。で、それから教育費も不足していますっていうようなことがあります。で、これはびっくりの例なのでちょっとお伝えしたいんですけど、素敵な写真が入ってます。寮完備、託児完備、何の宣伝でしょう。こんなところに住みたいなって思いますよね。で、働くときに子供がいたら保育所がないと働けないので、ああいいな、託児完備なんだって思いますよね。これは何の宣伝かっていうと、私のこのあれにもリンク入ってるんですけど、携帯にキャバクラの東京の西の方の八王子のキャバクラの宣伝です。はい、すっごい、住宅もあって保育園もあるんだっていうふうに思うんですけれども、シングルマザーになって離婚してあるいは別居して一番困るのは住むところ、それから保育園に子供が入れられないということなんです。そうすると働けないですね。それで仕事、住宅、保育、この3点セットがキャバクラだと提供されちゃうんですよ。書いてあった宣伝文句写しておきました。キャバクラの体験入店 OK、 3階まで体験入店 OK、 体験入門に登録して前日までの当日に行ってくれれば変更 OK、 寮完備、ワンルームマンション寮あり、託児所あり、お子様のいる方も安心して働けますって書いてありました。なぜ昼間の仕事で住宅あります、保育あります、完備してますっていうのがこの社会では提供できないんでしょう。すっごく矛盾を感じますよね。まあいろいろお話を聞いてて、私都内で池袋でデリヘルの経営をしてるっていうシングルマザーの方、もうその子方のお子さん中高校生で大きいんですけど、聞いたら、いやいやこんな宣伝の綺麗な写真のようなとこはないから、これほとんど嘘って言ってましたので、まあないんでしょうけど、でもやっぱり寮と託児室があれば嬉しいですよね。で、両親のもとに別居しても戻れない
そういうシングルマザーっています。親がいない、あるいは親と仲が悪い、そういう人たちが戻れない時に親族の代わりにこういうところで働くんだよねって、この間ギャルママ協会の方にお話を聞いたら言ってました。いいことじゃ全然ないと思うって言ってたんだけど、そうでした。で、それなのでシングルマザーが子供と過ごす時間っていうのが削られていきます。もちろん夜働けば夜一緒に眠ることもできないんですけれども、子供と一緒に夕食をとる回数が調査があって 30% の子供が孤食してます、一人でとってます。で、父子世帯がすごくその率が高いですっていう風になってます。シングルファーザーは収入は高かったけど時間はとっても貧乏なんですよね。そんな状況があります。それで私がショックだったのは、こういう状況の中で、2年前でしたか、大阪で2人の子供がマンションに置き去りになってた事件があったけど覚えてます？で、その2人が餓死したっていう事件は覚えてますか？多分すごく多く大きく報道されてたので思い出すと思うんですけど、名前が楓ちゃんっていうのと桜ちゃんだ、桜子ちゃんだっけ、二人のブクブクの子供が二人ブランコに乗ってる写真がどん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 出回ってたんですけど、お母さんは離婚した後キャバクラに勤めて、その愛知県にいたのかな、で、その時は、割とちゃんと面倒見られてたんだけれども、子供が水道のなんかひねちゃって、それで、下の人に水が落ちちゃって、それでなんかそこにいられなくなって、2歳と0歳かな、3歳と1歳かな、の子供たちを連れて大阪に出てきて風俗で働き始めて、その写真とかがすごい出てたと思うんですけども、その頃からやっぱりインフルエンザになっても誰も助けてくれないで、そのようなことからだん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 子供を養育するのがしんどくなっていって、置き去りにしていくっていうことを回数重ねて、結果的には餓死させてしまったっていう事件でした。で、その母親は子供が死んでるってばっかって帰った後もいろんな男性と遊び歩いてたっていうことが分かって、なんていう鬼母なんだとか、そういうふうにいっぱい書かれてたんですね。で、私はすごくつらかったんですけど、でも圧倒的になんていう母親だっていう中で、ちょっとなんて言ったらいいんだろうっていうふうにすごく思ってたんですけど、彼女自身の話をいろんな取材した方に聞くと、やっぱり育ってくる家庭もすごく不安定な家族だった。お父さんはなんかラグビーの、熱血教師っていうので、それもまた注目されたんですけど、離婚していて、お母さんにもネグレクトに近い形で、育ったし、それから性被害、性虐待にも遭ってたっていうことも分かって、それで、なんかこう自分がうまくいってる時にはいろんな人にこんなふうにうまくいってるよって言って演技するんだけど、うまくいってない時に助けてって言えないタイプの人だったっていうのは取材した方に聞いたらあれでした。
で彼女は一度も働いたことなかったのに、離婚した後誰も彼女の周りで助けてくれる人いなかったんですね。でアナチビちゃんってもう病気します。ほとんど1ヶ月に一遍は病気します。インフルエンザになんかなったら大変です。でだけどその時に手助けしてくれる人がなかったら仕事は必ず失います。こんなような中で本当に夜の仕事しかやっぱり彼女が働けるもの何のスキルもないのでなくて、しかも支援、シングルマザーの受けられる支援も受けてなかったんですね。でそれ私びっくりしたんですけど、役所に彼女が行って手当が受けられるんですよ。児童扶養手当っていう、離婚してたらシングルマザーならそれの申請をしようとして行ったらしいんですけど、その時に必要な書類が足りなかったんですね。何が足りなかったかっていうと前年の所得証明が足りなかったんだって。でほら、皆さんもいろんな書類書くのめんどくさいと思うと思うんですけど、いろんな大学の関係の書類あるいは奨学金の書類とか。で彼女も多分すごいそういう人だったんだろうと思うんですけど、でじゃあもう一回来て前年の所得証明持ってきてねって言われたんだそうです。そこまでは NHK の取材で出てきてたんですけど、で二度と来なかったそのところに。だからその手当も絶対もらえたんですけどもらってなかった。それから助けてってそれでも 2回言ってるらしいんですね。1回はインフルエンザでお父さんに見てくれないかって言ったんだけども、その熱血ラグビー教師だとお父さんは今すぐは無理って言ったんですね。それから児童相談所に、子供を育てるのが大変だから預かってほしいって言ったんだそうです。1回でそれも記録に残ってるんですけど、残念ながら今の児童相談所ってものすごくたくさんの相談が来るんですね。で、子供を養育するの大変だから何とかしてほしいっていう相談がたくさん来ちゃうんですよ。だから本当に逼迫しててこの子は死にそうな、死ぬかもしれないような状況なのか、ちょっと育児不安になってるお母さんの訴えなのかを瞬別することはできないっていうのが児童相談所の職員の本音でした。でも一度相談したってことの事実が分かっているので、その相談所もものすごいバッシングを受けたんですけど、そういうことで彼女に有効な支援があるところはなく、そういうことがあって、でも本当に外で子どもたち置いてってくれればよかったんですけど、置いてってくれなかったんですよね。児相の前に置いてってくれれば別によかったし、キャバクラ の保育園のところに迎えに行かないでくれれば別にキャバクラの保育園から児相に連絡が入ったと思うんですけど、そうじゃなかったんですね。なので、2人は亡くなっちゃったんです。で、すいません、本当かわいそうなんですが、この事件ねって思ったのは、すいません、結構涙もろいので、社会がやっぱり彼女たち、シングルマザーと子どもたちのやっぱ貧困を放置してきた、やっぱり社会によるネグレクトだったんじゃないかなっていうふうに私は思っています。それで今までその女性のことを言ってたんですが、時間も迫ってきているんですけど、実は、男性にもその貧困は拡大しているってことは先ほどのグラフでもわかると思います。仕事に就けない男性で、今家で引きこもっていて親の年金で暮らしている方
そういうそれで結婚できないとか人間関係が取り結べないとかいう男性はすごくたくさんあります。もうフリーターっていうような定義に当てはまらない、35歳までじゃなくて40代、50代になってそういう形で暮らしている方もたくさんいます。でそこにいろんな暴力とか虐待の関係もあったりするんですね。で、だから別にその女性だけの貧困だって言ってるんじゃないんですけど、その様子を見てるとまあ、私ちょっといろんなところでお話を聞く相談電話を受けていると思うのは、すごく排除されたっていう感覚が強くてですね、やっぱり家族がものすごい正社員で働けっていうふうにプレッシャーをかけてくることと、自分が結婚できなかったとか結婚して、家族を形成できなかったっていうことのなんか辛い気持ちっていうのがすごく強いと思います。で私が、お話を聞きながら思うのは、でもあなた自分で例えば妻がいない女性がいないっていうことをおっしゃるんだけども、なんていうのかな、自分で生活の自立をしていけるようなことをやってみませんかっていうようなことを伝えると、すごく家事とかをやれる人とやれない人に分かれていくっていうような感じがしています。ですので本当にその男性がやっぱり排除されてくることの苦しさっていうのもあるなっていうふうに思ってます。で今までいろんな方を紹介してきたんですけど、貧困っていうことで見ると、私は女性がそもそもさっき言ったように結婚しない、あるいはお父さんに扶養されているか、どちらかで誰か男性の扶養にあってなければ女性は貧困である人がほとんどなんですけれども、その女性の貧困がやっぱり男性に広がってきたんじゃないのかなっていうふうに思っています。で先ほどパートの主婦、結婚して子供を産んだ後のパートの主婦はたくさんいるよねっていうふうに言いました。その人たちはすごく便利に使われてきたんですけれども、この非正規労働者がまずパート主婦であるうちは誰も気にしなかったんですけど、それが日雇い派遣の人とか、その頃それであと寄せ場には日雇いの労働者がいたんですけれども、それもあまりその社会の中で気にされてなかったんです。でそれから女性の派遣労働者っていうのが出てきて、でだんだんにその非正規の人たちが若い男性女性にも広がってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それで、こんな図を作ってみました。男性正社員片働きシステムっていうのが貧困拡大してきてるなっていうふうに思っているので、それをちょっと分かりやすく図にしてみたんですけど、左側に2つの、四角があります。夫稼ぎ手正社員、例えば年収600万そんなに高くないけど、で妻はパートで100万円以下で働いています。で下の影の部分に家事育児介護の仕事を妻がパート主婦をしながら担ってるっていう図です。で日本はこの幸せそうなこの夫と妻と子供たちの家族をモデル家族にしてずっと来たんですね。で例えば年金とか税制とかもそうです。今でも税が消費税が上がりますっていうと新聞にあるのは
年収なんだろういくらっていうのかな、しろ男性が夫を会社員、妻あ専業主婦、子供2人の家族で、この消費税が上がると何万円の負担増ですみたいな形で言いますよね。つまりこの家族しか出てこないんです。大体この家族のことを考えてればいいっていうシステムを作ってきたんです。でもだんだんそうじゃない人たちが増えてきてるんですね。で例えばシングルマザー、ここの数字直すの忘れてたんですけど、年収就労収入で181万円しか得られないです。あるいは非正規のシングルの女性、例えば200万円ぐらいでしか働けない。でそこまでだったらまだ気にしてなかったかもしれないけど、シングルの男性の非正規も増えてきた。あるいは夫の立場の人でも非正規で派遣で働いてたりする。でどうしてかっていうと、会社にとってはやっぱり非正規労働者増やした方が人件費削れるし、それから忙しい時にはたくさん雇って、派遣なんかはそれで契約を打ち切りにすれば、忙しくない時には雇用しなくて済む。でそれをずっとパートの主婦労働でやってきたから、他の人たちも広げてきたんです。で、それが90年2000年代に進んでしまいました。でこんなにたくさんの人が非正規の働き方になってきてしまったんです。穴は多分その主婦パートの時には何も問題なかったんだけども、この人たちは本当に何も社会保険もついてない、でもよく働いてくれるよねみたいなことで働かせてたので、こんな便利な働き方もっとあったらいいねっていうふうに広がってきたんだと思います。でも一方では女性でもバリバリ働いてる人います。勝間さんってまあちょっと古いかなと思ったんですけど、勝間和代さんみたいに、まあ、本当にバリバリ働いているので、女性たちはみんな勝間さんみたいに毎日毎日ちゃんと勉強して、あれすれば年収が10倍に増えるのかしらと思って、やっぱり私は努力不足かしらって思わされるような、本当になんていうか成功した事例がごく少数あるんですけど、ほとんどの人はやっぱり、なかなか働くっていうことが保障されてない社会になっているんじゃないかなっていうふうに思います。そのようなことを文字で書くと、そういうこんなことで今言ったんですけれども、派遣っていう働き方についてもちょっと言っときたいんですけど、労働者派遣法っていうのはできたのは1985年、今から27年前です。でその時には、例えば応援機器の操作、その頃の応援機器って少なかったから、それからその例えば通訳とか、すごい専門職で、会社がそこで正社員で雇用するんじゃなくて臨時に雇用していくような、すごく専門職の人だけが派遣労働で働けばいいよねっていうふうな触れ込みでできました、法律が。でも実はそこには女性が家事育児と両立できるっていうことで、まず門戸を広げたのは女性たちだったんです。でも何度も何度も労働者派遣法って法改正されて、2004年には工場労働者にも適用拡大しちゃったんですね。なので大量の派遣労働者が工場に入っていって、それで、派遣として期間の定めのある、しかも、雇用主と働く場が違う、そういう働き方が増えちゃったんです。カニ公船っていうのを払って知ってる？日本は一応戦前にはそうやって労働を何て言うかな、請負師がこう人を借り集めて、それでもってどっか別の働き場所にこう送り込んで、そういう何て言うんですかね、
労働者をこう売るような形で働かせる働き方がすごくあって、カニを取って船の中で加工させてっていうカニ公船のような悲惨な働かせ方をしているところはすごくたくさんあったというふうに言われてるんですけど、まあ、一応戦後それはいけないと。で雇用主とそこで働く場所は一致させなきゃいけない、だから派遣っていうのは禁止されてたんずっと。だけどちっちゃな穴が開いたのは1985年です。そこからバーッと派遣労働者広がってきて、女性だけじゃなくて男性にも拡大して、とうとうさっき言ったように、日比谷公園で派遣村であんなにたくさんの人が集まって、路上に出てしまうほど緩い規制になってしまったんです。で2012年の10月、労働者派遣法はもう一度規制を厳しくするということで法改正が実施されました、施行されました。でも全然なんか派遣村がなかったかのように、とっても緩い法改正しかできなくって、派遣会社のマージン率の公開、要するに派遣会社が上前を跳ねる率を公開しますっていうことしか入ってなかったんですね。だからその派遣っていう働き方がどんな風に広がってきたかっていうところでも女性の雇用っていうのが大きく関わってきてます。それで、そういう中で、男性正社員の片働きシステムっていう中で企業頼み、例えば家族が暮らしていくときに、例えば住宅手当とかありますよね。それから社宅とかありますよね。それから、大会社だと、あとなんか保養施設とかあるじゃないですか。だから会社が丸抱えでその会社員の福祉も担ってたんですね。だから企業頼みの福祉でよかったんですね。ところがだんだんそういうことを企業がやらなくなった時に、じゃあ社会の中に福祉があったかっていうと、すごく手薄かったんです。日本は日本型福祉っていう安上がりな福祉をやってきたので、それで今こんなに貧困が拡大してしまったっていうことです。こんなに喋ってはいけないんですね、終わらせないと。はい、ということで、あと 1,2 枚で終わらせたいと思います。ということで、今本当に若い層が社会福祉とか社会保障で、ああよかったなって体験するっていうことが全然できていません。でそういうのを、税と社会保障について、所得再分配っていう機能が働いてないっていうふうに言われてるんですけども、例えばですね、税っていうのはお金持ちからたくさん取ります。で、低所得者からは少なく徴収します。そうすると格差は少なくなっていきますよね、お金持ちからたくさん取るんだから。で昔は、所得税は 75% 大金持ちからは取ってました。私が子どもの時テレビを見ていたら、パナソニックの前のナショナルっていう企業の創業者の松下幸之助という人の番付、所得の番付で1位になって、2億円の収入があった。どうしてこういうことだけは子どもなのに覚えてるのか分かんないんですけど、それで1億5000万円税金で取られたというふうに言っていたんです。すごいでしょ。で、75% 徴収してたんです。今すごく所得税は安くなってます。20年間でどんどん安くしているので、今45かな、なんかそのくらいになってきてます。大金持ちからそんな取らなくなっちゃった。
で、そういう税の所得再分配機能が落ちてきてます。で、それから社会保障っていうのでは、例えば仕事を辞めた後失業保険をもらえるっていうのは社会保障ですよね。そういうふうにしてもらえる人が2割しかいません、仕事を辞めた後。それから、そもそも社会保険に入れない人が増えてます。年金に入れてない人、年金不払いな人、それから、国民健康保険しか入れなくて健康保険の社会保険に入れてない人の人がたくさんいます。で、国民健康保険料とっても高いです。これもどんどん高くしてきました。で、均等割って言って1人いくらっていうのも増やしてきたんです。前はもっと所得によって、差があるところが増えてたんですね。そういうわけで社会保障の機能が日本型の社会福祉の中で全然機能してないので、みんなは税金取られたら取られっぱなし、何の恩恵ももらってないっていうふうに思っています。あるいは教育費でも奨学金、貸与ばっかりです。給付はほとんどないですですよね。そしたら、大学卒業したら何百万の借金になってしまいます。で、これ不払いだったらどうなるか知ってますか？ブラックリスト化して、クレジットカード会社、審判会社に情報提供することになってます。知ってた？大変なことでしょ。だって教育っていうのは、急に食いつきがいいですね。教育っていうのはそもそも社会がどんな国民にも保障するっていうことの建前で来たので、もちろん高等教育についてはある程度負担があってもいいけど、高等教育でもすごく補償してる国もあるんですよね。でも日本は全然してない。したら奨学金借りたらどうしましょう。非正規で働いたら返せるんだろうか。これが皆さん の中で、すごく不安に持っている方が絶対いると思います。そういうわけで、いろんなことを話してきて脅すだけになっていないように祈ってるんですが、最後にお伝えしたいのは、そうは言っても、いろんな相談先とかのが出てきました。例えば、後でカードをお配りしますけど、24時間のホットラインもあります。それから若者は、39歳まで若者サポートステーションっていうのがあって、雇用のためのお手伝いをするところがあります。あと、ちっちゃなユニオンがいろんな労働問題の相談を受けてます。私たちのシングルマザーズフォーラムもあります。それから本当に困窮した時に支援するところもあります。男女共同参画センターの相談室もあります。思ってるよりは意外に相談できるところはあります。何も探さなかったら何にも出てきません。で、今日女性の貧困の話をしたんですけれども、少しずつ、こういったことが相談できるところも出てきたんですが、じゃあ女性の貧困をどうやってなくしていくのかっていうことについては、皆さんと一緒にもうちょっと考えていけたらなっていうふうに思います。大幅に時間をオーバーしました。すいません。以上で一応話を終わります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。まだまだお話になりたいこといっぱいあったわけなんですけども、またそれは後で後半で少し補っていただきたいと思います。今とにかく
若い女性20代30代で、貧困の人がすごく増えているっていうこと、しかもそれが男性にも広がってるっていうふうなことを統計データでかなり、詳しく話していただいたと思うんですね。それから最後には社会保険に、働いてても社会保険に入れない人がいることですとか、あるいは奨学金が返済できないくなってる人が結構いる問題だとか、皆さんもこう身につまされるような話で終わったと思うんですけれど、その辺のところをもし経験談でもいいですし、質問でもいいですから何かありましたら書いてください。このアンケート用紙に、記入して、これを出してから、休憩にしてください。いいですか。皆さんいろいろいっぱい書いてくださったので、なかなか整理しきれてないんですけど、皆さんの中心にお話をしたいと思います。でその前にちょっと、先ほどの補足というか、いくつかありますが、もう時間もないですね。シングルマザーの、お話が最初にありましたけども、女性の貧困の問題を考えるときに、やっぱりシングルマザーの人たちのこう在り方っていうか、社会の中での、こう位置づけというのか、それを考えるっていうことがすごく大きなこう鍵になると思うんですよね。で実は、赤石さんのことを私が初めて知ったのは、シングルマザーズフォーラムっていうところで本を出されたんですよね。80年代の半ば、84年頃に出されたんですけど、その本から私、赤石さんのことをね知ったんですけど、その頃ね、やっぱりシングルマザーっていう言葉はすごいなんか新鮮な響きがあって、なんていうのかな、今でも行政用語で母子世帯、母子家庭っていうのはありますし、当時やっぱりなんていうのかな、母と子の家庭っていうのは母子家庭っていうことで、なんかすごいかわいそうなイメージっていうのがあったと思うのよね。ところが、シングルマザーっていうと自ら選んで、シングルマザーっていう、そういう響きもあったと思うんですよね。ですごい私は新鮮な印象を受けたんですね。70年代もうちょっと前に、未婚の母っていうね言葉もウーマン力の中では結構出てきて話題になったんですけど、それがこう改めて80年代にシングルマザーっていうことでね、やっぱり違う意味合いが出てきたっていうふうに思うんですよね。でところが最近はもうシングルマザーっていうのはごく当たり前のことになってきて、イメージも変わってきたと思うんですけど、その辺どうですか。なんか私はそんな印象ですか。そうですね、シングルマザーって言った時に私が言ってるのは、その、母と子が、一緒に暮らしている、子供と母が一緒に暮らしていれば、離婚であろうと未婚の母であろうと死別であろうと言ってるんですけども、バツイチなんて言葉が出てきて、随分その社会的な容認度っていうのは上がってきたと思うんですね。ただ経済的な状況っていうのは前の方が私はまだマシだったかなっていう気はしますけど、でシングルマザーの中でも今赤石さん言われたように、結婚してない、赤石さんは非婚のシングルマザーっていうふうに書かれてますけど、非婚の人、それからバツイチで、離婚して、シングルマザーになった人、それから夫が亡くなって、死別ですね、それによってシングルマザーになった人と、いろんな種類のシングルマザーいると思うんですけど、そのそれぞれのシングルマザーについてのなんか社会的なこう社会のなんていうのかな、受け止め方とか、対応の仕方とか、あるいは制度的になんかそれが違ってるっていうようなことは、あるっていうふうに聞いてますけど、どうですか。そうですよね、
まあ、夫が亡くなったあのシングルマザーに対してはやっぱりまあそのなんていうかな、あの夫が亡くなるまでも面倒を見た人なので、まあ、なんていうんですかね、社会の目っていうのは本当に大変ねとかかわいそうっていう目だと思うんですけれども、あの離婚した人に対しては、まあ、勝手にわがままで離婚した人っていうあの目はどうしてもあるし、まあ、あの結婚未婚の母に対しては、まあ、ちょっとこう不死だらみたいな性的なあの規範を逸脱してる人みたいな、そんなイメージっていうのはまだありますかね。その日本全体でいろんな意識が違うので、東京ではまだそんなに言われなくても、本当にこの間岩手に行ったら沿岸部では離婚したことすらやっぱ子供になかなか伝えられてないっていうような、離婚すらすごくこうなんていうのかな、正面から言えないような、まあ、社会で、夫が単身赴任してるとか出稼ぎしてるみたいに言ってしまってたりするようなね、感じってあるのかなと思いましたね。で、制度的にはちょっと図を書いて説明すると、例えばあの、まあ、母子家庭はさっき言ったようになかなか収入が少ないので保障があるんですけど、死別だと遺族年金っていうのが出るので、これは結構まあ遺族年金は厚生年金と両方出ますけど、まあ、基礎年金だけでも、かなりの額になります、子供加算がつくと8万円ぐらいですかね、例えば最低でもね、プラス厚生年金がつくので、まあ10万とかそのくらいになるんですけれども、性別の母子家庭には離婚と未婚の、まあ、いわゆる未婚の母子家庭には児童扶養手当っていう手当が出るんですが、これは子供一人だと例えば4万1430円ですね、まあ、約4万円なので、基礎年金に比べてもまあ死別の方がずっとあって、まあ、これは一応拠出制ですので、まあ、払ってなかったら出ないんですけれども、でも夫はね、はいはい、だけど40年間払ったと仮定した額が出るので、まあ、かなりの額になると思いますね。だからこういうふうに何て言うんですかね、手当と年金っていうの差があるし、あと税の方でも家父控除っていうのが全然適用範囲が違います。すごくきれいにすっぱり分かれていて、まあ、死別というのは、再婚しない限り死ぬまで出るんですけど、離婚の方は再婚、子供が扶養している間だけ出るんですね。で、こっちは、なんだろう、終身再婚しない限り出て、これは適用外なんですね。だから税についてもすごく格差がはっきりしてて、やっぱりその道徳的に夫に死ぬまで忠誠を尽くした人には多く税でも保障するし、あれだし、まあ、離婚っていうことで一応こう何ていうのかな、道徳規範にもうちょっと持ってた人の方はまだ子供扶養してる間はあれだけど、まあ、未婚の母に関しては全く適用外で、財務省、大蔵省と交渉した時に、覚悟してお産みになったんでしょって、差別はあることを覚悟してんだからあんたたちの勝手でしょっていう概念なんですけど言われたので、やっぱりここら辺の制度ってすごく家制度的な形になってますね。そうですね、税の方は
これは何、家父控除っていうのは、まあ、夫が亡くなった人のための控除で、終身控除、家父控除は全部あるんですけど、離婚の場合には、子供を扶養している時のみ、子供が18歳とか、必ずしも年齢制限はない、何十万かまで稼いだら、無理もらえない、はいはい、で未婚の人の場合に は全く適用外ですね、子供がいても、はい、あ、そうなんですか、はい、だから、子供が育ち上がった人にも家父控除は死別だったらついてるんですね、終身、ああそうか、子供がもう収入があっても家父控除はずっとついてるんですね、はいはい、ちょっと相当差がありますよね。要するにこちらの年金とか手当っていうのはプラスにもらうものです、それで、まあ、倍ぐらいの差があると、倍以上かな、でしかも税金の方は控除っていうのは税が減らされるっていうわけだから、プラスが多くなり、ね、マイナスの方がまた下がる、そうですね、かなり差があるんですよね、ですね、はい、なんかすごくこう家族制度って隠れた形でこういうところにあって続いていると思います。そうですね、なんかやっぱり法律婚をして、そこで、夫と暮らしてた人は、夫が死ぬまで一緒にいた人はいろいろと優遇があると。だけど離婚した場合には、かなりなんていうの差をつけられる。でかつそういう結婚という制度に全然乗らないままに子供を産んだ人はさらに、恩恵が少ないということになるわけですね。まあそういう中で、世界の中では大丈夫ですか、結婚しないで子供を産んだだけで石打ちの刑で殺されちゃったりする国もありますし、それは世界中やっぱり非常に道徳規範から外れてるっていう面はありますよね。でも逆にヨーロッパとかでは別にほら、結婚の中で子供が生まれなくても、それは、婚姻の中の人と婚姻外ので生まれたことを、ね、何も差別をせずに同じように保障されるっていうことありますよね。だからそれで夫婦っていうか一緒に暮らしてるその父母でも、結婚してようがしていまいが同じように扱われるっていうことがあるわけですよね。だから世界の中でもなんかいろいろですよね。婚姻に対する差別とか離婚の前に対する差別はこの1970年頃からヨーロッパでどんどんなくしていって、それで出生率も、まあ婚外子の出生率も上がってきたし、その国全体の出生率も上がってきてるっていうふうに思いますよね。日本は婚外子の出生率まだ 2.2% ぐらいですからね、だからやっぱりなんか昔ながらの家族制度がどれだけ残っているのか、こう変化してきてるのかっていうところの一つの表れがこういうシングルマザーのね、こう位置づけっていうことでも表れてると思うんですよね。はい、まあそんな意味で、まあ、シングルマザーのことを考える、そのシングルマザーの人が置かれている状況とか、こう社会的な位置づけって考えるのはかなりその社会全体のね、家族の在り方とか、あるいは制度の在り方っていうのをね、考える上ですごい重要なところじゃないかっていうふうに思います。それじゃあちょっと皆さんの書いていただいたことを紹介したいんですが、でもその書かれた文章ところはね、ちょっと残念ながら、このアンケートを、読み上げられては困るかどうか、
それから内容を自分で発言して良いかどうかっていうのを一応ちょっと丸つけてもらったんですけど、本当は皆さん発言してほしいんですけど、発言しても良いっていう人が実はゼロだったんですよね。で、全員発言は気が進まないっていうことですので、しかし、読んでも困らないっていう人は、結構多かったので、その困らない人のところにの中からいくつかをこちらで読ませていただきたいと思います。で、それであと質問も、読んで答えていただきたいというふうに思います。で、前半っていうか1の方のことですね、赤石さんのお話を聞いて感じたことを考えたことを自由に書いてくださいっていうところ、またあなた自身やあなたの周囲でお金のことで悩んだり苦労した経験や将来への不安があれば書いてくださいという、そこのところをだいぶ皆さん書いてくださってるので、いくつか読ませていただきたいと思います。で、例えばですね、こういいですかね、赤石さんのお話を聞いて、もともと感じていた男性よりも女性の方が障害収入は少ないと思っていましたが、女性の貧困がこれほどなのかと思いました。女性だから結婚があるというのも社会的価値観であり、女性の中にも結婚という保険があると考えている人もいるのではないか、今非正規でも大丈夫のような考えがあるのではないかと考えてしまった。男性も女性も自立して暮らせる社会になればいいのではないかと思ったっていうことですね。で、あとこの人は大阪のシングルマザーの社会のネグレクトっていうふうにさっきおっしゃったけど、その言葉は響いた。弱い立場の人から社会が地域が手を差し出すべきだと思ったということです。で、この方は、私が中学の時に親が離婚しました。母親は正規で働いていたが特別楽な生活ではなかった。で、私は、心性障害があり、神経かな、障害者基礎年金が下りたから大学に進学できました。病気でなければ進学できなかった。奨学金も借りているが働いて返せるか病気のこともありとても不安っていうことですね。結構お話を聞いて、身近な問題として捉えてくれたんだと思います。で、他にも、じゃあもう一人言いますね。貧困というのは絶対遠いものだと思っていましたが、とても身近な存在に感じました。自分だけは違うだなんて絶対言い切れないですね。考えてみると私の身近な人たちは口を揃えて仕事の辛さを言います。実際離職転職した人も多いです。ただ何らかの資格を持っているかいないかでその後が大きく変わっていて、資格を持っていない友人は派遣を探し続ける毎日、またある人は、ブラック会社、規則が緩い経験を考慮しないのようなところで1日14時間くらい働いています。すごいね。どちらも心身が文字通りボロボロになっています。お金に困ることになるかもしれないという不安よりも職場でのストレスや続けていくことができないほど辛いということの方が耐えられない現実にショックです。これ身近に、そういう人たちを見ているっていうことですよね。それからまた経済面での貧困は人間関係の貧困化につながり、それがさらなる孤立化を進めてしまう気がします。しかし仕事探しをずっとしている人、仕事がない人と付き合っていくのは実際厳しいです。
単純に遊びや食事に、誘えないというだけでなく、お金の貸し借りの話になってしまうとどうしても気が進みませんっていうことなんですね。だから、お金の問題ってお金の問題にとどまらずに人間関係とか、にもすごく影響を与えるっていうことを、この方はかなり具体的にこう感じてるっていうことだと思うんですね。でさらに、そのことによってその、お金に困ってる人はまた精神的にも、病んでしまう可能性っていうのもあるという、まあ、そんなことだと思うんですね。かなり真剣に受け止めてくれてると思います。であと、さっきの最初の人も書いてましたけれど、大阪のやはり、置き去り事件について結構いろんな人がショックで書いていたんですけれど、大阪幼児置き去り事件のことは詳しく知らなかったが、母の状況について何も考えていなかったことに気づいた。母親がかわいそうだったからでしょうがないわけでは決してないし、やっぱり母親を責めたくなるが、そのような状態にならざるを得なかった状況を作ってしまった社会を責めるべき、改善すべきだと思った。もちろんテレビなどでちょっと、ちょこちょこか、見聞きしただけの非常に偏った狭い視野で母親を非難していた私も反省しなければならないと思ったということで、これに類する、感想って結構ありましたね。あとはどうでしょうかね。あと最初のテレビやビデオ、あれの感想を結構身につまされて、感想を書いている人が結構いましたね。で例えばこんな感じですかね、最初の動画番組に出ていた女性や貧困に困っている人は生活保護を受けているのだろうかと思ってしまいました。でも今の生活保護はお金を出すことを渋ると聞くので面倒に思ったり諦めたりしてしまうのでしょうか。私のアルバイト先に毎日酒を買って酔っ払って店やお客さんに迷惑をかける人がいるのですが、その人は毎日酒を飲んでアルコール中毒になり、障害者手帳をもらい毎日遊び歩いています。なぜ本当に必要な人々が生活保護を受けれなくなっているのに、働くのが嫌だから働くより楽に生活できるからという目的で受け入れて遊び歩いて生活できているのでしょうか。ひどいものですっていうことですけど、まあ、たまたまそういう例に出会ったっていうことかもしれないんですけど、他にも、実はなんかあれですね、さっきの、ビデオに出てた女の人、若い人、この人の方に、に済まされたっていう人が、結構いたんですけど、ちょっと今ここに入ってないかな。何かあります？そうですね。やっぱり何だろう、今のさっきの方も含めて、その働く現場がすごくきつくなっていて、そこで人間関係とかいろんなことで、働き続けられない状況に陥ってしまうっていうことがリアルに感じられたのかなっていうふうに思うんですね。で本当になんていうのかな、今
それじゃあ毎日こうなんていうのかな、健康な状態で、労働と生活を再生産できないでしょうみたいな働かせ方を平気でしてる職場が増えてしまったんですよね。だから正社員になったらものすごいもう頑張らされちゃう、あるいはあのなんだろう、管理職になったって言ったってそれはなんかなんだっけ、名ばかり管理職だったりとか、こんなようななんかこう違法な感じの働かせ方がとても増えていて、で人間関係やセクハラやパワハラがそこについて回ると、本人が本当に頑張り続けても難しくなっちゃうっていう現実がやっぱり増えてきてるんですよね。はい、まあ、なんか生活保護についても、なんかあの例 の, あの芸人の人 の, あの事件で、なんかすごくね、生活保護をあの何、厳しくしようっていうね、そっちの方、あの不当に、別にあれは不当でなかったみたいなんですけれど、何受給してる人がいるとか、まあ、今のこの人のが挙げてた例もそうですけど、生活保護もらって遊んでる人がいるとか、そっちの方だけがなんかすごいあのこうフレームアップしてね、報道されちゃって、で生活保護の基準を厳しくしようとか、あの扶養の親族が扶養できないとすれば、それをきちっとそのなんか申請するようにとか確認するようにとか、そっちの方へ全体流れてますよ ね, そうですね。だから私はすごいあの報道はすごい怒ってるんだけど、なんか、ちょっとやっぱりね、本当に必要な人が生活保護を受けられるようなあのなことが受けられるようにしなくちゃいけないのに、まあ、一部確かにね、その不正受給ってあるかもしれないんだけど、それは全体の中のものすごい少ないわけでしょ。 でも本当は必要なのにもらえないっていう人がすごくいるわけだから、不正受給率が何パーだったかな、2%だったかな、金額的には 1% だったかな、とてもそんなに多くないです。あとあの扶養義務者の扶養義務っていうのは、あれ河本は別に違法なあの扶養義務違反ではないので、そこのところはなんかあったかも違法であるかのようにあの出されてしまったっていうことがすごく問題で、まあ結局自民党の中のごく一部の議員がやっぱり生活保護バッシングをかなり意図的に演出したっていうのが実態なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、あの結果もう本当に受給している人もあの布団かぶって寝てるしかない、寝てますみたいな方も増えているし、あの受けなきゃいけない人が受けるのためらってるっていう状況なので、とてもなんか、まずいことになっているし、それに悪乗りして今規制強化、そうですよね、はい、しているっていう感じですかね。だからあの制度的というか法的にはその家族が扶養義務があるわけではないですよね。まあ道徳的にはあるかもしれないけれど、民法上はあの、はい、扶養ってかなり、はい、幅広い範囲で、はい、あるけれど、はい、生活保護についてはね、生活保護法の中では、あの違反行為ではないですよね。はい、それだからあのだけど今なんか生活保護を受け取るっていうことがなんか社会的に、恥ずかしいことだとかね、そういうことが結構言われるようになってて、かつなんていうの、家族だったら扶養するのが当たり前みたいな、そのさっきのこれじゃないですけれど、家族という単位で生活っていうのはあの保障していかなくちゃいけないっていう、そういうあの流れっていうのがね、すごくできてきてるような気がして、ちょっとそこは気になりますよね。貧困の解決を家族に求めるっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。家族は追うだけ追ってるので、もうこれ以上家族には追えないですよね。そうですよね。
と思いますが、それで、あと何人かの方が、赤石さんに質問を出してくれているので、そちらを先に読みますので答えていただきます、はい、あといろいろ感想の方はまだ時間があればまた読ませてもらいます。じゃあですね、これはちょっと大きな問題ですけど女性の貧困問題は様々に問題が重なって一つの大きな問題になっているから、少しずつ改善していかなければいけないと思うけど、あえて選ぶならどの問題をまず改善すべきと思いますかっていう、これすごく難しくて、私もなんか知事に気持ちが乱れるんですが、すごく私的にはやっぱり民主党政権のうちに、配偶者控除って今日ちょっと説明があまりできなかったんですけれども、配偶者控除という控除があって、妻が103万円以下で働いていると、あ、妻じゃない、一方の配偶者が103万円以下で働いていると往々にして妻なんですけれども、一方の配偶者に控除がつくっていうことで、つまりお得だよっていうことになっちゃうんですね。で、だから配偶者が103万円以下で働くことをおすすめしていることになっちゃうんですけど、これなくしたいんです。なんかちょっと気持ち的には固着しているのかもしれないんですけれども、まあ、せっかく最初のマニフェストには入ってたのでなくしたかったんですが、選挙で負けちゃうということでなかなかそうはいかなかった制度です、まあ、そうなると一時的に負担増になるっていうことで反対があるので、まあ、そこ基礎控除上げるとか何か別の方法もあると思うので、これはちょっと意地変えたかったですね。一応このシングルマザーとは別に婚姻中の夫婦っていうふうにちょっと書いてみたんですけど、やっぱり控除も配偶者控除も両方つきますからね。つきますよね、はい、二重取りですよね。収入が103万以下だった場合ね、配偶者が、だから相当プラスになりますよね。そうですね。で、まあ、年金の方も言い出すとさらにあるわけだけど、どうしてそのことをなくしたいかっていうと、そうすると女性たちがみんな例えば103万以上で働くっていうのを、まあ、自分で拒否するようになるんですね。だから例えば12月の末ぐらいになると、わざわざその仕事する時間を減らしたり、あるいはただ働きしたりして年収を下げてるんですよ。そうするとどういうことになるかっていうと、女性自らがやっぱりその年収を低いところに抑えたいっていう行動をしちゃうので、配偶者のいない女性もそこに引きずられて設定賃金になっちゃうんですね。だからこれがなくなると多分何割か女性の賃金は上がるだろうってデータもあるそうですので、やっぱり貧困とすごく結びついてるなって思います。まあ、皆さんもアルバイト先で、一緒に働いてる主婦の人がその、ね、12月頃に、調整してるっていうのはたくさん見てると思うんですけど、あれは別になんていうの、働きたくなくて調整してるわけではなくて、やっぱりこういう制度があるから損をしないように調整してるわけですよね。制度の問題って大きいですよね。そこら辺がやっぱりまずは貧困問題の、そうですね、私はそういう気持ちはありますけど、はい、じゃあちょっともうちょっと法律っていうか大きな問題で、日本の雇用事情は企業の利益ばかり考えて法律が変わってきたようですが、今後若い人々はどうすればいいのでしょうか。本当に一部のエリートと呼ばれる人のみが正社員になって、残りの人は非正規の雇用は続くのでしょうか。やっぱり難しい問題でしたね。で、合わせて赤石さんの時代と比べて若い女性たちが、まあ、男性も含めて仕事を始めた時に
慣れないことや先輩のいじめがあったとして我慢して頑張るという心の強さっていうのは変化していると思いますか。そうですね、まず最初ですか、雇用の状況、だから例えばさっき言った労働者派遣法の、規制強化っていうのがこの3年間ぐらい議論されてきた大きなきっかけは派遣村だったんですよ。でそこでガーッといくかなっていうふうに思ったんですけれども、本当にかなりの規制をされて、派遣労働がもうちょっと保障のあるものになりかけてたんですよね。なのでやっぱりああいう大きなインパクトのある時には制度は動こうとするんです。じゃあ皆さんが何をすればいいのかっていうことなんですが、まあもちろんそういう大きな動きをまた作っていくっていうことも大事なんですけれども、まずはその労働法とか雇用保険のあり方とかそういうものをちゃんと知って活用するっていうことをきちんと知ってたらいいと思うんですね。で例えば期間の定めのある雇用と期間の定めのない雇用とどっちの方が労働者にとって有利だと思うって分かる？期間の定めのある雇用と定めのない雇用とどうですか？困るんですけど、これは一応期間の定めのない雇用の方が労働者の保障になるわけです。だっていつそこで期間の定めがあればその後生きていくのにそこでもう雇用関係は終わってしまうわけだからね。だから正規雇用っていうのは期間の定めはないわけですっていうようなことを知っててほしいので、やっぱりなんでかわからないんだけど学校の中で習えなくなっちゃってて、さっきも言ったけど20時間週20時間働いてたら雇用保険は入れるし後からでも入れるよとか、そういう皆さんの顔見てるといっぱい私教えたくなるんで、私そんなに別に雇用問題詳しくないんだけれども、でもやっぱり今知っててじゃないと本当に社会に出てった時にどうするのって思っちゃうわけなので、どっかでちゃんとゲットしてほしいです。知ってると知ってないと全然違うの で知ってる人を知っててくれるだけでもいいの、リソースを知って捕まえておくのでもいいの、そういうの詳しい人を一人知っておくとか、でその人に今日言われちゃったんだけどどうしようとか 言える人をゲットしてるんでもいいの、なんかそういうことを知ってることからその先に変えるところにまで結びついていくので、こんなにすぐにやっぱりいろんな流れを変えるってすごく難しくて、もちろんオキュパイ運動とかなんかいろんなのあるか別に言ってほしいんですけど、まあそうですね、まずは少しずつ。そうですね、なんか法律的には結構ね権利守られてるはずなんだけど、ものもあるね、それをねそれ活用してないっていう人がねやっぱり多いと思うんですよね。だからやっぱり知ってるっていうことはすごく大事なので、皆さん授業でも多分ねそういうことを教えてくれる授業もあると思いますので、なるべく出てください。ご本もいっぱいありますね。そうですね、から労働関係の法律って読むといいと思います。先輩のいじめがあったとして我慢して頑張るという心の強さ愚痴を言える相手を確保することっていうことだと思うので、ね、なんかもう超頭にくるよねって言える人をこう確保することで、とりあえず自分は間違ってないっていうか、こんな風に感じても自分が悪いわけじゃなくって、おかしいのはあっちなんだよねっていう風に思えるような、こう何か誰かと話せることとかそういうのがだんだん孤立化してるとなくなってきてるような感じがしていて、
ですよね、はい、いっぱい言いたいことあるんですけど、このくらいしてまあ、なかなかね、相談できないっていう状態が多くなってるんでしょうけどね、うん、職場の中ではね、中ではね、うん、でまあ相談する、なんていうかな、しても無理みたいな感じで諦めてるっていう場合もあるだろうし、うん、それからなかなかこうそういうことを話せる友人とかね、うん、だって派遣とアルバイトと契約社員といろんな人が職場の中にいたら、それぞれあの立場が違うから給料もらっても全然そのこと言えないしっていうのはありますよね。あ、でも真っ当な答えは、はい、皆さんユニオンで入りましょう。真っ当な答えなんですけど、はい、労働、日本の労働組合は一応職場が全員入ってなくても交渉権があるとか素晴らしい労働組合法らしいので活用しましょうみたいなような正しい答えらしい、正しい答えのようです。はい。じゃあちょっとまあ個人的なことになるみたいですけど、シングルマザーになってから新しく結婚相手を探したりしなかったのですか？あ、それは多分この質問は新しく結婚相手を探せばあのなんだろう、ね、経済的にも良かったんじゃないのってことですよね、うん、で確かに再婚っていうのが増えてるので、まあ、私に関して言えば、結婚っていうのはちょっとあまりにもいろんな問題がいっぱいありすぎるのも分かっちゃったので、あの探したりしなかったんですけど、でも今あのぶっちゃけ、同居人が増えているので、そうですね、もうかなりの年数になると思うんですが、子供がそうですね、中学生ぐらいの時から同居人がいるのでございます。扶養されたりはしていないと思いますが、家事は楽になったかな。どうも。はい。ということでよろしいでしょうか。はい。まあ、結婚って別にね、法律婚だけでもないし、はい、と思いますね。はい。それからあとあの相談のことがね、さっきも出てましたし、あの、あれのパワーポイントの一番最後に相談先のリストとか挙げられたんですけど、まあ、それに関する質問結構あるんですね。相談先リストの中で挙げられる相談先の中で一番男性でも相談しやすいと考えられる場所はどこでしょうか。だって仕事場の関係、結婚の関係などって書いてあるんですね。仕事はユニオンですかね。いろんなユニオンがあるので、あのそういうところに相談するといいと思います。で、結婚の関係で男性が相談できるとこ、杉浦先生どう思います？男女共同参画センターは大丈夫でしょうか？ちょっとわからないですね。男性専用ラインを持っているところもあります。あ、そうですね、そうですね、そういうところも男女共同参画センターの中で男性専用の相談を持っている相談あの先があるので、例えば東京ウィメンズプラザとかあるので、まあそういうとこですかね。うん、男性はあのそんなに相談しないと思われているのか、やや貧困で、特に一番困るのは男性の性暴力被害の相談先が本当少ないんですよね。で、男性が被害に遭うってもすごく孤立するんですけど、なのでもっと充実、そちらもしていただいてもいいなと思います。はい、生活困窮したらもやいです。はい、はいはい、ということです。はい、で、他にもあの今度は、相談する場所はたくさんあるとおっしゃいましたが、子供2人が家に取り残されて亡くなってしまった事件、さっきのですね、の母親は何か助けを求めた、相談したけど断られたとなっていました。相談することで良い方向にことが運ぶことがあると思うのですが、相談しても断られたりして終わってしまうのではないかと思っている自分もいます。まあ、本当に困っている人が助けてもらえない実験場が上のような事件を起こしてしまったのではないかと感じました。赤石さんはどのように感じますか？だから相談先はあるけど相談する場所はあっても本当に、
答えてくれるんだろうかということですね。だからなんか相談を一回した時にそこがなんかこうワンストップでいろんなことをちゃんと情報提供できるような先じゃなくて、このことはそこそこに、手当のことはここにっていうような感じで、すごく使いにくいっていうのが今の相談先なと思うんですね。だから、はい、おっしゃってる通り、もっともっとなんていうのかな、相談者にフレンドリーな相談先が増えないといけないんですけど、それ自体なんていうのかな、やっぱり予算をつけたりとかいろんなことと一緒じゃないとダメなことなんですね。だからそういうのは必要だよっていうことを言っていくことも必要だし、それから皆さんが、私が若者の相談員になってやるとか、そのなんだろう、パーソナルサポートをやるとかいう気持ちになってくださっても全然いいし、そのそういうちゃんとスキルを持ってる相談員はあまりにもまだ少ないなっていうふうに思ってます。さっきの大阪 の、 事件でもなんかおっしゃってたのは、前年度の所得証明が足りなかったっていうことを言ってましたよね。でそういうなんか書類をとにかくやたら書かなきゃいけない、出さなきゃいけないっていうのもすごくこうハードルになってますよね。まあ、今回 の、 震災後の保障問題でもそうだと思うけど、やたらとにかく今の日本の社会って書類を出さないといろんなことがこう進まない、あるいはこう権利もなんていうの、行使できないっていうことありますよね。だその辺のところはね、もうちょっと変わるといいんですけどね。そうなんですね、なんか一度目で一応受理してもらって、それから足りない書類出させるとかいう対応だと良かったなっていうふうに思いますね。なんか書類社会になっちゃってるからね、そこら辺って大きいですよね。で、相談についてはだから、いろいろあるんで、まずは相談っていうのはいいんだけれど、でもまあなかなか、うまく機能してない部分もあるので、そこはなんかこれからどう変えていけるのかっていうのはやっぱり課題ですよね。切ないですね、本当にこんなことは。で、今度は身近なところで、そのなんとか機関じゃなくて、相談にどう対応したらいいかっていう話も書いてる人いるんですけど、身近な存在に貧困になりそう、もしくは貧困になっている人がいて、その人と関係を続けていきたいと思った時、どのように接すればよいか、またどのような点に注意して付き合ったらよいのでしょうかっていうことですけど、それからついでに読んじゃうと、それから仕事をしていて使える保証などの会社などからもらえるのものを知らない人が多いという話を聞いたことがあるんです。さっきの話ですね。そのような情報はどこで得られるのでしょうか。会社でそのような情報を提示しているところは少ないような気がします。そうですね、さっきは知識をもうちょっと情報を得ようよっていう話だったんだけど、実際にはなかなかね、その情報が得られにくいっていう、最初の方はその困ってる人がいた時に、関係を続けたいと思ったらお金を貸さない方が関係を続くと思うんですよね。あるいはもうあげちゃうならいいんだけども返してほしいと思ったら、そこでやっぱり返してほしいと思っているってことは相手にも伝わるので、相手としては返せなかったら避けちゃうじゃないですか、会ったりするのも。でも関係を続けたいんなら貸したりしないで、どこかに
借りられるところがあるよとか、こういうところが何かを助けてくれるよっていう情報をあげた方が関係は続くかなっていうふうに思います。それからやっぱり飲み会一つでも会費の高い飲み会設定をしないで安いとか、まあ、それが、ね、桜屋で行けとか、そういうふうになると今度そこのなんか賃金どうなんだとかいろいろまああるんですが、とかあのなんかユニオンで聞いたらみんなあの夜はあの缶ビール買って公園で飲んでるとかいうのを聞いたことありますけど、要するに何ていうかな、会費1000円としたら誰を排除するのか、会費を5000円としたら誰を排除するのか、あるいはあそれでね、反貧困ネットワークの飲み会は、所得再分配機能がすごくあって、まずはあの飲み会の支払いの時に、弁護士と大学教授から万札を取り上げてあの正規雇用の高そうな人から万札を取り上げて、でそれからあの所得の少ない人から1000円ぐらい取って、それで飲み会に行くっていう風にしているところもあります。だからあのいろんな設定の仕方があると思うんですけど、あの誰にとってやあの行きやすいかとかいうのちょっとこう頭を巡らす。今ほら集会なんかでも、じゃ生活困ってる方には半額でいいですとか、いろんな設定してるとこがありますけど、そうやると誰が来やすいのかとか、そういうのをなんかこう考えていったらいいなっていうふうに思います。会社っていうか働く人の保障は、あの今ネットすると働く人のなんかこう権利のガイドブックとかいうのは出てて、ダウンロードできるところが前あったはずと思って今日ちょっと調べたんですけど、ちょっといいところがなくて、すいません持ってこれなかったんですけど、ちっちゃなあのガイドブックがいろいろ出てるので、そういうのを見てもらえるといいなっていうふうに思います。解雇予告は1ヶ月とか、その、あのすぐ明日が来なくていいっていうことは違法な対応になるとか、解雇要件ってその会社が本当に経営がもう難しくなって、努力したけれども人を解雇せざるを得ないっていう時に解雇できるとか、そういう解雇要件とかあるので、ただ来なくていいですよっていうだけだったらそれ違法な措置になるとか、いろんなことはあの働く権利の中にあって、すいません皆さんの顔見てるといっぱい教えたくなってしまうんですけどあの本当にあの社会に出る前にいろいろあの、ね、鎧というか何かを身につけていただけたらいいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。なんか今日はあの貧困っていうことをテーマにしたんですけど、意外に身近なところで皆さん貧困とこう隣り合ってるっていうことがあの実感として分かっていただけたと思うんですね。で、最後にあの言われたように、やっぱりあの貧困になりそうな時に、使える武器、権利っていうのは何があるかっていうことをやっぱりね、情報をつかんどくっていうのは結構大事かなと思います。なのでこれを機会にいろいろとあのネットでもあるだろうし、いろんな冊子もあるだろうから、あのこう労働者の権利みたいなことをやっぱりきちっとあの身につける情報を手に入れることを考えたらいいんじゃないかというふうに思います。それから相談先についてはなんかカードを、あ、後で、配りました。はい、そうです。あ、寄り添いホットラインのカードが、はい、配られているようですので、それもあの参考にしてください。一個なんか面白いのがあったので紹介したいなと思ったんですけど、いやいや、あの女性の貧困のところでやっぱり避妊をちゃんとすべきだっていう意見があって、なんか皆さんの蓄積がそういう意見をくださるんだなと思っていいなと思ったんですけど、ありましたね、うん、男性がやっぱりそれ男性と女性の中のそのなんていうかな、性の問題っていうのも実は貧困に結びついたりする関係なので、あのなんていうかな、やっぱりそこでセックスをするということがどんな責任と
印象になっているかということを考えてくださっているのがあったのがとても面白かったです。ありがとうございました。ちょっとどっか負けちゃった負けちゃったじゃあそういうことでいいですか。はい、はい、じゃあそういうことで今日は終わりにします。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。